夢ラジオ第6385回、今日は令和6年5月31日金曜日です。時刻は午後8時、岡山美作からお話しています。今宵の夢ラジオですね。美作の里山、周りは田んぼだらけで、この5月の季節、カエルがもうすごい勢いで鳴いてますね。さて、夢ラジオ、今回は翼の塔は帰ってこない、こんなタイトルでお話しましょう。翼の塔の面々、3人逮捕されたとのことですが、その後帰ってこないですね。おそらく都知事選に出ると黒川根本のご両名はおっしゃってましたけど、多分警察は都知事選に出させないようにもうずっと交流すると思われますね。もし黒川根本のお二人が出てくることになったら、もう都知事選に出馬すると言っていたわけで、前回の東京15区補選のようなああいう選挙妨害がまた繰り返される、これは明らかでしたね。そしていくら翼の塔の行動やあるいは発言に部分的に利があるところがあったり、部分的に自分を捨てた潔さがあったとしても、やはり民主主義で相手の意見を発言させない、これはもう許されることではないでしょう。翼の塔は帰ってこない。まあ帰ってこないったって、黒川さんたち言ってたように誰かに力を振るったわけでもないし、そして法律にのっとってやってるとも言っていて、表現の自由があるんだ、こんなことも言ってましたね。まあ、ですからそう長く、つまり半年とか1年とかそんなに長く交流されることはないけれど、翼の塔のみんなが出てきた時には都知事選は少なくとも終わっている。そしてその交流期間、これは何ヶ月かにわたるかもしれませんが、その何ヶ月にわたる間に一人一人別々にさせられて、そして入れ替わり立ち替わり、同じことをですね、取り調べのプロみたいな警察官が何回も聞いてくるわけですね。で、そのような状況をずっと続けていくうちに、今は威勢のいい翼の塔のお方々も出てくる時にはシューンとなってる、こういうことも実はよくあるんです。何度も言いますが、そういうことのプロのお方々がああいう警察にいらっしゃいますから、まあ今そういうある意味で洗脳を警察の方々、翼の塔の面々にやってるかもしれませんね。おそらくやってることでしょう。ただし、まあ、罪と呼べるかどうか、それが軽いので、何度のように刑事罰を下すことはできないし、公選法の自由な選挙を妨害すべきではない、妨害してはいけないっていうあの部分に引っかかってるだけですから、まあ適当に塩らしくなったら出させてもらえるでしょう。逆にいつまでも逮捕された時のようなピースサインで笑顔で、そして皆さんおはようございますみたいなことをお三方が翼の塔のやり続ければ、ずっと交流されたままかもしれませんね。明日から6月1日都知事選の話で政治は持ちきりになるでしょうが、
翼の塔はおそらく参加できないでしょう。15個補選のあの成り行きを見てればある意味しょうがないですよね。イメラジオ、今回は翼の塔についてでした。